ターは荒波、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。空振りです。改めてお聞きします。バッターボックスの荒波、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、驚異的な引っ張った。これはどうだ。取った。アウト。西さん、序盤から大きく点差をつけられてしまう展開となりましたが、この後どういったことが必要になりますか。まあ、まだまだね、あの集中力切らしちゃダメですよ。本当にそうですよね。インコースに持っていきました。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうか。センターに抜ける。先頭バッター出ました。ベイスターズランナーを置いています。この辺りで差を詰めておけるとまた展開が変わってきますからね。なるほど、そうですね。まあ初球から積極的に行くバッターなんで、ファーストストライクから振ってくるんじゃないですかね。外の球打った。セカンド正面取った。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。4回終わって5対3。打順はトップに帰って荒波。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、サニさん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあなんとか巻き返してほしいですよ。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。よく見極めましたね。外の変化球わずかに外れました。ボール先行です。ここは1球見ました。絶好球見逃しました。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。痛烈、あっと強い当たり、セカンド強襲抜けました。ボールを拾って、これでマルチヒット。